一人の少女がひたひたと歩いている。彼女には刑事で成し遂げたいある目的があった。ようやく起きたのね。
大丈夫、ママがサポートする。あなたが失ったのは言葉だけじゃない。それは自分でも分かっているでしょう。今のあなたは多くのものを失って、ずっと喋れないままじゃ困るでしょう。これは始まりの階段。あなたが囚われている。すごい、砂が流れてるわ。これどうなってるのかしら。目に砂が入っちゃうから気をつけてね。あの砂、どこまで流れていくのかしら。柱の根元に向かいましょう。これはケージに点在する謎の彫像。誰が作ったのかは知らないけど、私は黒いか。ともかくこれが一つ目。ここから始めます。広大な荒野を二人は歩いていた。育ちの良さそうな少年と後ろを歩く寡黙な男。何かに追われているのだろうか。周囲を気にして歩く少年の足取りには不安が見えた。砂塵の中から寂れた町が姿を現す。少し休憩しようと提案する少年に男は静かにうなずいた。旅の疲れを癒すため二人は食堂へ向かうことにする。食堂前にたむろする賞金稼ぎたち。その一人が少年たちを呼び止めた。寝踏みするように少年を睨み、賞金稼ぎは言う。お前王族かと。深い土器のこもった声。うつむく少年は口を閉ざしたまま。それが尺に触ったのか、賞金稼ぎはいきなり銃を構える。二度響いた銃声は砂塵の中へ消えていった。
賞金稼ぎに取り付いた黒い鳥の群れが見え、あれこそが私たちの倒すべき、あの黒い敵が物語の姿、物語を正しい姿に戻すため、黒い敵を、もちろん、あなたはわかっ、それが尺に触ったのか。賞金稼ぎはいきなり中。こちらの番だ。皆さんのために、賞金稼ぎを退けた男は息一つおけがはありませんか。少年は大丈夫と答え、そして男へ、残念だけど町を出ようと提案する。男は静かにうなずいて少年の